どうも佐久間和之,之です楽園はダイオリというわけで、えー、今日は吉本幕張イオンモール劇場からお送りしております、えー、今日はですね YouTube のヘッダーを書き直そうということですはい。この細長いイラストのところですね、えー、こちらの机で今から自分の iPad をね新しくデジタルでイラストを書いてヘッダーを、えー、作りたいと思います はいというわけでえ書いていくんですけども実はヘッダーこれ皆さん知ってますかねこのスマホで見てる人をように書く分には要はえっとここだけ書けばいいわけですよ。だけど これ、サイズバラバラなんですよ。タブレットで見てる人はここまで、タブレットで見てる人はここまで表示されるから、ここまで書かなくちゃいけない。で、PC で見てる人は、まあ、この辺まで書かなきゃいけない。で、なんなら、テレビで見てる人は、この全体、この、ここまで書かなきゃいけないんですよ。でも、多分、スマホで見てる人が一番多いから、ここのサイズで書くんだけど、変にこの辺のスペースはどうすんのみたいな感じで書くのめちゃくちゃ難しいんです、実は。だからね、聞きたい。 あのスマホで見てる人とかねこの YouTube ね主にどれで見てるかを聞きたいねで、まあ、この辺にカトズさん書いたりねしてもいいんじゃないかなとかちょっと思っちゃいますよこれはあのテレビで見てる人限定しか見れないこのカトズさんがこうこういうとこにいてもいいんじゃないかななんてこう思いますよねこうだからちょっと難しいんですけども構図がねうんうん、なんかそういう遊び心があってもいいかなと思って、まあ、これからじゃ書いてみます はいここからは、えー、このスタイルでいきたいと思います。いやこれすごいですね。タブレットがこの録画してくれてるんですよ書いてるの。でこういうふうにあの表現することができるんですよ。これめちゃくちゃゃくありがたい機能ですよね、うん、でまずは、えっと、レギュラーメンバーのキャラクターを、まあ、スマホで見える位置に書いて井戸のお化け書いてみたいな。そして、えー、周りに PC え見えるところに大根おじさん人参おばさんを描いてで逆斎にはお菓子劇場のみんなですねを描いてでこういうふうに配置してで出てくるくんとねモグラのねえっと門月さんを下に描いてこんな感じのも入れてでそういうふうな配信しようかなとも思ったんですけどもあのバカバカおにぎりくんというレアなキャラクターも入れようってことで入れてで 大根さん人参おばさんを少し詰めて筆箱くんたちを入れてでこれでまあそこのバーのところ真ん中のバーのところはこのメンバーで行こうってことになり聖書ですね、うん。ここから聖書していくという感じです。でテレビで見てる人用のその上下のところがなんかこうねえ変にこうスカスカになってしまうというかかなと思ったんですけどなんか意外とあのー。 キキキラキラキラとかもちろんハマるくんとか、えー、いろんなキャラクターも入れたりしてると意外とあなんかこれはこれでいいなと思い始め結果ね、うん、こう清書していくうちにでこう,いう色つけてってで背景は、まあ、いろいろ試してみたんですけど結構黄色もチカチカしちゃうかなとか、えー、強いかなと思ってなんか青がやっぱり目になんか優しい感じがして結果前と同じ、えー、青で。 行くことになるんですけどもこのね黒いいよねこの夜空夜空の感じがしてこれもいいなと思いましたけどうんでこの最後ねタイトル入れるのがなんか最初手書きが手書きがいいかなと思って書いてるけどなんかしっくりこなくてで結果これ今完成なんですけどえ文字を入れるアプリをまあ取ってでそれで自分の好きなように文字を入れてみましたそしてこの青の色合いがね なんかのね、この編集ソフトに入れると色変わっちゃうんですよ。これ何なんだろうで実際のヘッダー見てもらったら、そっちの色が正しい色なんで。で、実際セットしようとすると、この画面になって、あ、そうか、やっぱりあの部分しか見えないんだとか、ね、テレビの人は全体見れてるんだとか。でも全てのデバイスって何だろう全てのデバイスってそれこそ、ね、テレビとか見てる人のこと、全てのことなんじゃないのとか、 どう見えてるんだろう <laughs> という感じです。とにかくこんな風にして、えー、ヘッダーが新しく完成しました。というか YouTube チャンネル解説して初めてヘッダーを変えたということですね。はい。今までのヘッダーありがとうというかこういうことだからテレビで見てた人はこれだけ余白があったってこと今までありがとうね。 はいというわけでいかがだったでしょうか、ね。これからこちらのヘッダーでよろしくお願いします。っていうかテレビサイズ見てる人いるのかな伝われ隅々まで伝われ